本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、料理動画のご飯、これをお休みさせていただきまして、旅ログの方をお送りしたいと思います。旅の行き先は名古屋です。よう考えたら名古屋に遊びに行ったことがなかったんで、ちょっといろんなとこ観光してみたいなと思って行ってきました。観光もそうなんですけれども、大きな目的が2つございまして、1つ目は昔の仲間に会いに行く、そして2つ目はとある YouTuber さんに会いに行く、この2つとなっております。まず今回の動画は観光と、昔の仲間に会いに行く回となっております。それでは早速ですがご覧ください、どうぞ。まあまあ潜らない。潜っていく。いや、私はもう。私はもう。そう。あ、お腹入れた。カバじゃん。カバゾーン。おるやん。おるやん。大人があれ出したらただの飼育員のおっさんなんだ。これね、なんかあれみたいな、大阪城の、何やったっけ、大阪城公園の、あれか、お城の向こうかな、金シャチ横丁、吉直ゾーンなんかな。Falling
県の気がついてる人たちが結構重たいでしょ大丈夫か坂下って帰り登ってくるんで、はい、ちょっとその時にあのヒーヒー言うあはい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 そこを徳川家康がこの場所がお城建てるには約8割にいろんなね印マークが入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。結構空いてたし。ハルゾーン、モネハルってまたそういう武将があるのかな。ほんまや、忍者アイス。これチーズドッグもあるし、もう全部押さえてるよ。Like everything that's bad in life, it's come to an end.
ちゃうのかな、うん、本来やったらもう乗り切り1時間まではできるそうです、こういう感じで、はい、わかりました、はい、はい、それでは明日よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、というわけでですね、シャバーニとも感動の再会ができたんですけれども、お互いもう違う道を歩んでいるということで残念でした。まあそれはさておきですね、あいにくの雨やったんですけれども、いろんなとこ観光してみました。まあもちろんね、雨やから行けなかったところもたくさんあったんで、また次回機会があれば行ってみたいと思います。はい、本日の動画は以上となります。この動画面白かったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴムビーゴーでした。